それでは青山学院行ってみたいと思います。今日の長文は内容1、4問いきますので一緒に頑張りましょう。サミさん第一段落でございます。この段落長いので前半と後半に分けますね。テミさん、このタイミングで一度だけ読んでおきたいという方は一読お願いいたします。サミさん、後半はこんな感じでございます。一読しておく方はこのタイミングでどうぞ。テミさん、前半に戻しますね。サミさん、まずは説明の指示の一読をお願いします。デミさん、この後選択肢全部お見せいたしますね。サミさん、第一じゃなく前半を一読していただいて、こちらの選択肢4つ、この中から正しいものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。サミさん、選択肢の1番ですね。 Evolution、 進化の話はしているんですが、 Factual、 それが事実に基づいているかどうか Argue、議論している様子はないですから、まずは1番は×で、選択肢の2番はチャールズ・ダーウィン出てませんよね。で、3番すっ飛ばして4番、 Struggle、 もがいている様子もなさそうですね。で、一方選択肢の3番であれば進化の過程、まずは段落1番先頭に進化の話がありますよね。で、その話が2文目ではこの辺りでしょうかね。変化によって引き起こされていると。そして文末では親から子孫へ受け継がれていくんですよね。ですから進化の過程に関する記述がございますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての設問でございます。まずは指示の一読をお願いします。サミさん、選択肢はこちらでございますので検討をお願いします。サミさん、著者の専門分野ということなんですが、まずは1番、フィジックスは物理学ですよね。さすがにそれは書いていなさそうですね。で、選択肢の2番、生物学、これはいけそうですよね。もちろんこのオレンジのところに進化の話をしてますよね。で、皆さん、このあたり突然変異、そして皆さん、オーニズムスということで生物、生き物の話がありましたね。で、もしこのタイミングで選択肢の3番と4番がわからなければもう2番ですよね。このまま押し通していただいてもよろしいかと思います。ただ皆さん、選択肢の3番 Anthropology、 文化人類学は本当は知っておいた方がいいんじゃないかなって感じがいたします。そして4番も Demography、 人口統計学、さすがにそこまでわかりませんという方、皆さん出だしが DEMO ですね。デモ、皆さん、これデモクラシーのデモですね。そうです、民主主義でございます。ですから、おそらく人間の話ではなかろうかというところからやっぱり類推していただいてもよろしいかと思います。ただ今回は皆さん、生き物、生物全般の話でございますので、2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いては設問の指示でございます。一読をお願いします。さあ、皆さん、選択肢はこちらでございます。設問の指示は Mutations、 突然変異のお話でございましたね。該当箇所はここですからね。ただ皆さん、今見えているこの辺り全体像を把握できると正解が導き出せるはずでございます。では検討をお願いします。さあ、皆さん、まず選択肢の1番ですが、出だしの Only a few、 これだと皆さん、めちゃめちゃ少ない話になってしまいますよね。ですが本文この辺りですね、ほんのわずかとは言えなさそうですね。そして選択肢の2番、いつも重要、重要かもしれませんが、いつもかと言われたらそこまでは書いていないですね。そして選択肢の3番、でこの前半あたりがみそ、この第1文目に該当しそうな感じがしますよね。ですが選択肢の3番のこの後半ですね、頻繁に起こるという話はなさそうですね。そうなってくると4番、皆さん、前半のプロセスの話は先ほどの設問にもありましたね。このオレンジのところと合致しそうですね。そして皆さん、後半も Evolutionary Changes、 皆さん、本文ここと合致しますよね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。皆さん、本文は先ほどご覧いただいていた画面の続きでございます。で、このあたりに絡む設問がこの手の40番ですからね。まずは設問の指示の一読をお願いします。さあ、皆さん、選択肢はこちらでございます。
本文に言及されていないこと、それを一つ選ぶという問題ですからね。検討をお願いします。さみさん、選択肢の1番すっ飛ばして、まずは2番、抗生物質への抵抗、それを皆さんこの辺りに書いてますよね。そして選択肢の3番、ハエの頭に対する成長、それを皆さんこの辺りに書いてますね。そして選択肢の4番、目の色の変化、それも皆さんこちらですよね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さみさん、お疲れ様でございました。今日は内容1問題でしたが、次につながるようにまとめていきたいと思います。まずは括弧1番、やっぱり質問の指示に該当する文章ですね。探し出すことが最優先で、この周辺と選択肢を比較検討で、皆さん丁寧に比較検討することによって皆さん正解が見えてきますよ。で、皆さん内容1問で間違えてしまう方はこの該当する箇所ですね、これは皆さん無視しちゃってる可能性がありますからね。ですから意識的に探し出すことによって正答率は上がりますからね。そして問題を解くタイミングですが、1,2 段落読み終えるために設問を解いていく、こうすることによって皆さん前に書いてあった内容、それを忘れてしまいますということを防止できますよね。で、先ほどのように第1段落が長い場合ですね、そういう時皆さん前半と後半に分けるのも OK です。つまり半分ぐらい読み終えたら設問を解く、つまり解けるだけ解く、で解けないなと思ったタイミングで後半を読みに行く、で、そういう姿勢でいけば書いてあった内容、それを忘れることもなくなりますし、ですから忘れてもいいんだというふうに開き直ることもできますからね。精神状態を保つことにもつながりますのでおすすめです。そして括弧3番、正解の選択肢をなかなかパッと選べない場合は、おそらく本文に戻って同じ箇所を2回、3回、何度も読み返すことになる、そういう場面も出てくるかと思います。で、そういう状態になっても速読力があれば問題なし。それ、速読力を身につける目的は一重にこういう時のためですね。ですから皆さんは正答率を上げる必要性がございますので、まあよくわからんけど選択肢まあこれでいいかというふうにやって間違えるよりかは、落ち着いて何回か読み返す、そして落ち着いて選択肢を検討する、そのためにもこれを身につけていただきたいと思います。じゃあどうするんですかというと、1日1時間以上の音読ですよね。そうです、音読すれば速読力は身につきますからね。で、これ30分でどうですかというような意見が出そうですが、まあ30分ではあまり効果がないです。ですから1日1時間は死守してほしいですね。で、皆さん音読することによって未知の語彙暗記にもつながりますね。そして皆さん、青山学院を志望している方は青学の過去問もちろん取り組むかと思いますが、それだけで皆さん力はなかなかつきにくい、ですから皆さんの志望を超えるも上のレベルの過去問ですね、それにも取り組んでいただきたいと思います。ですから G マーチを志望校としている方は早慶で、早稲田を志望している方は早稲田と慶応、一方慶応を志望している方は慶応プラス早稲田、それに取り組むことによって自らの力につながりますからね。ひいては自然に速読力が身についていると、そういう状況になりますので、ここは一つ頑張っていただきたいと思います。ということで、スクリーンショットをする方はどうぞ。ではチャンネル登録もよろしくお願いいたします。